ニール・ド・グラース・タイソンはアメリカの天体物理学者、作家、俳優である。2000年には平ンプラネタリウムの館長として館の改修に携わった。太陽系の仲間を紹介するコーナーでは地球型惑星、小惑星帯、木星型惑星、カイパー・ベルト、オールトの雲など共通項を持つ天体をグループごとに分けて展示した。 その際、冥王星が他の八つの惑星と違う扱いを受けて展示されたことが公開から一年近く経過した2001年1月にニューヨークタイムズによってセンセーショナルに取り上げられたことにより全米で物議を醸した。2014年、2020年に放映されたドキュメント番組コスモス、時空と宇宙、コスモス、いくつもの世界では番組のホストを務めた。 The Science Foundation, ニール・デ・グラス・タイソンコールド・バイザー・ユニバース。YouTube, 2012年2月9日閲覧。The Inix-Prikavel Universe, Unsalved Mysteries.T-H-E-G-R-E-A-T-C-O-U-R-S-E-S.com。2014年3月12日閲覧。ニール・デ・グラス・タイソン。IMDB, 2016年1月27日、閲覧。 ヨゼフ・シーリン、ファースト・ルック・オブ・ニール・デ・グラス、タイソン・ボイシング、エーピ p クイン・グラビティ・ホールズ。httptime.com、343万2721、ニール・デ・グラス・タイソン・グラビティ・ホールズ・ピック、ハット、ニール・デ・グラス、タイソン・ウィル・チューター・チェルシー・ペレッチ・オン、ブルックリン・ナイン・ナイン。マシャブル、2015年12月7日閲覧。一万百二十三タイソン。 JPL スモールボディデータベースブラウザージェット推進研究所2015年2月6日閲覧ありがとうございます